いやあ、今日か、あの、モニターで届くっていう、お掃除ロボットだったっけな。家事ロボット。楽しみやな。失礼しまーすんえ、すごいロボットだけで入ってきたよろしくお願いします。え、人間にしか見えへんえ、あの、今日モニターで、僕、抽選で当たって。そうです、ご主人様。よろしくお願いします。え、ロボットこれ。 質感もめっちゃ人間の肌みたい。どうぞ、触ってください。え、すごい今のロボットすごいな、気持ちあるよ、なんか。え、これなんか電源とかあんのかなもちろんあります。普通に会話できてる。どこ腰の部分に電源があります。これどうしたらいいのそれを押すと僕は眠ることになります。ちょっと押してみよう。すげえここまでいってんの ロボットの技術って。おはようございます。うわ、すごい。え、なんて呼んだらいいですかあ、それはご主人様にお任せします。じゃあ、ロボットのロックンみたいな。<laughs> いいですね。<laughs> うん、まるでロックンロール魂みたいでかっこいいです。すごいな、返しも。なんかいろいろ家事とかやってくれるのもちろんです。ご主人様が出かけてる間に全て僕がいたします。えー、じゃあ、今テレビ見てる間に掃除とかしてくれるのもちろんです。任せてください。えー、じゃあ、やっといてよ。 かしこまりました。はい。じゃあ、<む>ごゆっくりどうぞ。無料で困難んん当たるって最高やな。早速、最初の掃除の極意はテレビ台の下。このテレビ台の下にほこりがたっぷり溜まっているんです。人間やん。人間やん。兵庫いて。ややっぱりそうやん。こんなんすごいもん。ロボットなわけないやん <laughs> <ー>ずっと、<ー>どういどういつもり兵庫軍です。兵くんですよね。人間やんか。 うん。人肌もあるしさ。平行行っいてるやん。すみません。な、なにこれめっちゃ怖いねんけど。いや、あの。ど、ういうことな、これ。えっと、その掃除ロボを注文した人で、リストを入手しまして、えそのロボットが届く3時間ぐらい前に行って、そのロボットのふりして、まあ、いわゆる、空き巣ですね。やば。す、すみません。どういうことロボットのふりした空き巣って無理やって。いや、でも行けたじゃないですか。いった。いやいや、あれは本当にいや、俺めちゃめちゃ半信半疑やで。 半信人間、人間にしか見えなかったから。ああ。うん。平行いたらアウト。え、ロボットは届くの実際に。えっと、多分3時間ぐらい届くあ、ほんまのロボットそこの業者とは一切関わりなくて。はい。あ、そのリストを先に入手して。先回りして、ロボットのふりして。そうです、そうアクスしてるのはい。今どんどんいろいろ回っていくよって。いやいや、え、どれぐらい、それ成り立ってんのその仕事って。成り立ってますね。結構いけますね。はい。そうなんはい。どれぐらいないら、なやってんの <laughs> えっとですね。ゲップしてる。そうそうあ、すいません。すいません。ゲップとへわかんない。すみません。さ、うん、<laughs> すが、えー、に汚いな。<laughs> すいません。<laughs> マジゲップしてる <laughs> いや。すみま、ね、<laughs> いやすみません。<laughs> いやすいません。<laughs> <laughs> いえやいえや。怖っ。あー、怖かったけど。まあ、いざ本物のロボット届くとなと楽しみです。本当に、ね。お待たせしました。来た来た来た。 本物のロボットです。よろしくお願いします。お願いします。<え>お前やんけ。あ、すみません。ちゃうやつでコンな,なんでこんなへいねんね。<laughs> じゃあ、へいとかいいじゃん。へいでバレるやつ、ね。その違うやつでコント。まあ、あいつやん。ええー。さっきのおっさんやんってなるから。ええ、こかへん,んかったらバレないですよね。いや、同じ人にか来たらあかんねんって。え、おっさんの意味合何でやってんのこのや授業を。い <laughs> やねん、これ。ぜひ、読んでください。 ントはかりますジャラジャラに興味あるやつっていうあのなんて言うんだろうこういわゆるサロンのやつとかやってるんですよ長い間。 え、で、どういうとこなんだって、いや、それこそね、いつも配信があったり、いろんな動画があったりとか、コンテンツが、たくさんあったり、それこそなんかこう、ロケするときに、あの、エキストラの方とか、呼んでもらうために、あの、そういうやつやってんだけど、あまりにも不可解だし、わかんないじゃん、どんなところか。だから、 あのー、こういうふうに告示動画撮ってんだけど、これ見たからって。安定しろ。よし私ネタサロン、俺ネタサロン入ろうと思わないよね。安定しろ。その感覚が実は正しいんだけど。安定した。ジャルジャルタワー